はい、どうもこんにちは。今回の逆転裁判1、2、3、なるほどセレクションから逆転裁判1をね、やっていこうかなと思います。前回は、とりあえず調査は終わったみたいな。1回目の調査が終わって、これから、このなんか、大した証拠持ってないくせしてさ、なんか法廷に向かおうみたいになってさ、大した証拠もないまま法廷に向かったっていう、そんな感じかな。やっていこう。おばちゃんね、いい加減なこと言うの大嫌いなのよ。午前中スタッフエリアで打ち合わせしたんだけどさ、その打ち合わせの時煮干しのやつ転んじゃったんだよ。大事な小道具も壊れちゃうし、ちょっと大変だったね。煮干しも思いっきり足をひねっちゃってさ。この写真よく見なさいよ。ちゃんと写ってるだろ、足を引きずってるところがさ。だからこいつは煮干しなんだよ。分かったかい？いや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 、おばあちゃん、どこが足を引きずってるなの？おかしいでしょ、おばあちゃん。明らかに竹が足りてないよ、これは。子供が大人用の服着てなるやつと一緒だもん。足に怪我をしていたわけですか。では、なるほどくん、尋問を。とにかく揺さぶりをかけて情報を探り出そう。OK です。煮干しじゃないでしょ、どう考えても。おばちゃんね、いい加減なこと言うの大嫌いなのよ。まあ、これは関係ないな。スタッフエリアで打ち合わせしたんだけどさ、まあ、これも別に。これじゃ一旦言ってみようか。転んだ？そうだよ。父様のくせに間抜けったらありゃしないよ。煮干しのやつ足をひねっちゃってさ。仕方ない、おばちゃんが手当てしてあげたわよ。手当てですか。つばつけてやった。汚ねえな、くっせつばつけんじゃねえババアがよ。それはその時スタッフの女の子は、あの子はずっと大道具を片付けていたからね。煮干しの怪我のことは知らないよ。では証言を続けていただこう。聞いてみようか。何が壊れたのっていう。小道具が壊れたんですか。殿様スピアがね。殿様スピア、凶器じゃないか。おばちゃんがね、とりあえずガムテープで修理したんだけどさ。それって結構重要なんじゃ。法廷記録にメモしておくか。ガムテープで、あ、あれか、あるね、確かに。持つってか、その、刃と刃との境目になるわ。煮干しも思いっきり足をひねっちゃってさ。これ聞くべきか。聞いてみようか。煮干しさん、ひどい怪我だったんですか。動けないほどじゃなかったんだけどさ。とりあえず昼飯食べた後、少し楽屋で休むことになったね。それで煮干しさん午後は昼寝してたわけか。とにかく歩くときは足を引きずっていたよ。足を引きずっていた。そこまで。いかがだろうか、裁判長。一つ気になることがあるのですが。喉痛えな。やべえ。何だろうか。そのお殿様の着ぐるみは今どこにあるんですか。それが実はどこにも見当たらなくて、現在捜索中である。とにかく、証人が見たのは確かに殿様ではあるが、その中に入っていたのは被告人煮干しとしか考えられない。そんなわけないだろ、そんな単純な。そうですね。裁判長が迷ってるぞ。いや、行こうぜ。ちょっと待ってください。可能性が高かろうが、トン様はトン様です。証人は煮干しさんの姿は見ていない。弁護人の言う通りですね。それに、この写真の人物の他に犯行のチャンスはなかったのか、という問題もあります。では次に、その点を明らかにしてお目にかけよう。証人、続けて証言をしていただこう。任しときなよ。続き。あ、これまずあれか。一周しないといけないやつね。オッケーオッケー。
胃袋ちゃんが死んだ時間午後2時半だったよね。その時間までにおばちゃんが見た人間はこの煮干しだけだよ。他には誰もスタジオ行ったやつはいないんだ。もしいたらこのおばちゃんが見ているはずだからね。もしスタジオに向かったのがこの人物だけならば、この殿様こそが犯人ということになりますが。ではなるほどくん、尋問。まあでもこの着ぐるみに入ってるやつが犯人なのは間違いないんじゃない。まあこれはでも別に、死亡時刻そうだもんな。そうね、おばちゃんが見た人間はこの煮干しだけだよ。まあ一回行こうか。間違いありませんか。あー、ないね。怪しいやつは通らなかったよ。怪しいやつね。スタジオ行ったやつはいないんだ。これ一緒だもんな。でもさっきと、もしいたらこのおばちゃんが見てるはずだからね。あのおばちゃんもよく言うよね。まあ勘違いと思い込みはおばちゃんのトレードマークだし、ついでに物忘れも。やだ、そんなの。自分の未来の姿を重ねているみたいだな。とさ、迷いちゃんが来たせいでさ、ヒント減ったんだけど。いろいろ聞いてみようか。少ないし。ん？なんでそれを知ってるんですか？あれ、さっき言わなかったっけ？コートを着た刑事にさ、羊羹食わせてやったのよ。そしたら、秘密っすよとか言いつつ全部喋ってくれたわ。糸の子刑事は羊羹がお好きか。メモしなくていい。メモしなくていいか、大丈夫か。一応全部聞こうか。おばちゃんが詰めどころに入る前はどうですか。午後1時より前のことか。お、そん時はみんなスタッフエリアにいたからね。正門は鍵かけちゃってたから誰も入って来られないし、それにさ、どうしよう。絶対ですか。ごめんって。証人はすでに答えている。スタジオに行くには証人の目の前を通るしかないのだ。そうだよ、もっと言ってやってよ。みっちゃん、みっちゃん水売りだからか。あのおばちゃんもよく言うよね。ああ、これは一緒だ。これじゃ突きつけないといけないの。どれ。これどれ。なくないっすか、俺。どれ。そっち、ここ2時半だったよね。おばちゃんが見た人間はこの煮干しだけだよ。これであれ投げんのかな。ずっとなんか論点変わんないけどさ、まあ論点変わんないけど、これ突きつけんのかな。まあこれ出しても意味ないしな。これもだって別にね、扉閉めてだから見えてないよねーつって、ゲートだよねーつって。じゃあこれかな。失敗前提。あ、成功か。ちょっと待ってください。もう一度この写真について確認させてください。これはスタジオに通じるゲートのカメラが撮った写真ですね。ああ、そうだよ。誰かがここを通るとカメラが自動的に写真を撮るんですね。よく知ってるね。そして写真のデータは詰めどころのパソコンに記録されます。あんたもうちで働くかい。この写真はそのパソコンでプリントアウトしたものです。でこれさ、大丈夫。なるほど、これだって入っちゃダメなとこだからな。裏に10月15日午後2時、2人目とあります。それあんた午後2時に撮った写真ってことだよ。いやいや、ちげえよババア。2人目ってとこだよ、気になるのは。そんなことは分かっています。問題は2人目の部分です。
2人目。パソコンには写真のデータはこれ1枚きりでした。それならばこの写真には1人目と書かれていなければおかしい。おい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 、物騒だなおい。静粛に。なるほど君、どういうことですか。僕の方が聞きたいですね。この証拠品は2人の人間がスタジオに行ったことを証明する。しかし写真のデータは1枚しか残っていない。そのデータを消したのはおばちゃんしかいない。お、おばちゃん知らないよ。おばちゃん、あの日は煮干ししか見てないんだからね。しかしゲートのカメラは2人通ったことを示している。まあそういうことになるね。どういうことですか証人。おばちゃんに聞かれても。ちょっとみっちゃん、助けてちょうだいよ。え、勘弁していただく。私も知りたい。可愛げない子だよ。お、本性出るかな。本性が。ん、子供どうしましたか証人。いや、もう黒背景怖かったんだけど、普通に。そうだった。おばちゃん思い出しちゃったよ。もしかして。違う、なんか、ブレたな。皇統様の他に誰か通った人がいたのですか。まあ、そういうことになるのかね。おばちゃん、言ってよ、じゃあ。やれやれ。では、証言を。あ、進んだね。よかったよかった。もう一人の人物のこと。おばちゃん、その日の警備が終わるともう一仕事あるの。パソコンに記録された写真をチェックするんだけどさ、怪しくない写真のデータをおばちゃん消しちゃうのよ。そういえば事件の日1枚消した覚えがあるのよ。ちょ、証人、そんなこと初めて聞いたぞ。そりゃそうでしょ、今思い出したんだからさ。とにかく、なるほど君、尋問を。なんかまた声変わりすぎやって。負担考えて、負担を。もうすごいスピードで変わっていったじゃん今4人が。なんかまたすごいことになってきたね。え、大して話してなくない今。え、全然喋ってなくない。これだって怪しい写真ネタはおばちゃん消しちゃうの。あ、これ聞けばよくない普通に。その消した一枚には誰が写っていたんですか。ファンだよ。ファン。殿様のさ、熱狂的なね、リハーサルの情報をどこからか仕入れてきてうろちょろする連中がいてね。あの日も一人。お、ちょっと待ってください。さっき証人はこう言ったはずです。撮影所の正門には鍵をかけたから誰も入ってこなかった。おー、よく覚えてんな。なるほど、俺忘れてたぞ俺忘れてたけど大丈夫。いやね、スタッフエリアにさ、排水口があるんだけど。それダメでしょ。でも警備員としてさ、そこをさ直さないのダメでしょ。あそこ金網が外れちゃっててね。あれ、外に繋がっててさ、あそこから入ってくるんだよ。それをさ、警備員の仕事だったら本来止めるべきだろうそこを直すべきだろう。お前警備員だぞ。お前、あんなところから入ってくるんですか。言ったろ、相手は熱狂的なファンなの。それに、それに子供だからね。子供。じゃあおばちゃんが消した写真に写ってたのは男の子だよ。小学校2、3年生ぐらいの。静粛に。もう一度確認します。あの日証人の目の前を通ってスタジオに向かった人物は2人。1人は足を引きずった父様、そしてもう1人は小学2、3年生の男の子。そうだよ、いつものことでさ、追っかけても捕まりゃしない。小学2、3年生の少年か。凶器の殿様スピアを扱うのは無理だろうな。無理でしょう、あれは結構重いですからね。関係ないだろ、事件とは。だからおばちゃんデータを消しちゃったんだよ。ね、なるほど、どういうこと
犯人の候補がもう一人登場したんだよね。そして今早くも退…あ、そして今早くも退場していくところだ。ここで5分間の休憩を取ります。弁護は警察側ともただいま明らかになった事実を検討していただきたい。検討していただきたいも何もさ、あいつ煮干しに聞かないと分かんなくない？これいたいたんだけど、煮干サボさん。はい、本当に楽屋にいたんですね。スタジオには行ってませんね。行ってません。その寝てました。お前の声忘れたわ。じゃあ写真に写っていた殿様は誰なのかな。知りませんよそんなの。父様の着ぐるみは楽屋の隅に置いておいたので、持っていこうと思えば誰でもできたと思いますけど。なんか不用心ですね。まさか着ぐるみなんか盗む人もいないと思いまして。僕どうなんでしょう。かなりやばいと思いますよ。え、今のところ犯人は あなたしか考えられませんから。そんな、どうするの、なるほどくん。とにかく時間を稼ごう。ああ、なるほど。煮干しさんの他に犯行が可能だった人物を無理やり指摘するんだ。そうか。それでこの手、明日まで判決を伸ばすんだね。そう。指摘を間違えると多分アウトだ。マジかよ。マジかよ。なんか苦し紛れに聞こえますね。いや、実際紛れもなく苦しいんですよ。あ、なるほどくん、時間だよ。じゃあ行こうか。ふ、ため息をつかないでください。いや、これどうすればいいんだろう。他なんかあるかな。でも言ってもさ、審理を再開します。剣検事、意見をどうぞ。検察側の意見は簡単だ。状況は何も変わっていない。スタジオに行った2人目の人物は10歳ぐらいの少年だった。確かに写真は決定的な証拠にはならないが、他に犯行が可能だった人物はいない。煮干し三郎に有罪判決を。では、なるほど弁護士、意見をどうぞ。弁護側の意見は検察側とは違います。犯行が可能だった人物は被告人の他にもいました。まあまあ、いなくはないな。正直に、それは面白い。早速聞かせていただきます。ただし、関係ない人物を犯人呼ばわりした場合、それなりのペナルティを与えるので、そのつもりで。しっかり釘を刺されてしまった。被告人、煮干しさん以外に犯行が可能だった人物とは。いや、これはスタッフの女の子かおばちゃんだよな。まあでも普通に行けばさ、おばちゃんはだってここにいるからさ、これ女の子行くしかなくない？だって女の子に関してだってまださ、あれじゃん、謎に包まれてるからさ、証拠もないし。それはスタッフの女の子です。殿様の着ぐるみは煮干しさんの楽屋にあった。それ盗んで煮干しさんになりすましたんです。写真の殿様の中身はスタッフの女性だと。その通りです。本気で言ってるとしたら大した度胸だな。写真を思い出してみたまえ。殿様は足を引きずっているな。いや、足を引きずってんじゃないだろ、どう考えても。バカかよお前ら。それで歩くってことはさ、本来他距離短いんだから、足を引きずって歩くなんて無理だろ。ね、足を引きずって歩くって、お前両足引きずっとんじゃん。こっち見てみろ、お前両足引きずってるやんけ。お前こんなのありえんやろ。そんなの、煮干しの怪我に関する証言を思い出してみたまえ。打ち合わせをしたメンバーは煮干しと胃袋ちゃん、それにおばちゃん。スタッフの女の子は、あの子はずっと踊る。これあったね。怪我のことは知らないよ。スタッフは煮干しの怪我を知らなかった。したがって彼女が煮干しになりすましたとしたら、いや足を引きずってるっていう概念にさ、とらわれすぎじゃない？が、完全に一本取られたね。
いや、おばちゃんじゃ、おばちゃんしかいないじゃん、じゃあ。もう何これ。おばちゃんじゃん。おばちゃんなんか無理でしょ。まあ、でも音楽止まったもんな。警備をしていたおばちゃんですよ、もちろん。なんて。足を引きずってんじゃないだろ、どう考えても。バカか、お前ら。なんでこれ見て足を引きずってると思うの？明らかに丈が足りてないじゃん。もう頭悪くてやだ、この空間。つまり、午前中の打ち合わせで煮干しさんが怪我をしたことを、この人物は知っていたことになる。被害者と煮干しさん以外に、その怪我を知っていたのは一人。おばちゃんしかいません。静粛に。そうなんですか、おばちゃん。気安くおばちゃんって呼ぶんじゃないよ。おばちゃんは正門の前で一人で警備をしていた。逆に言えばそれはアリバイがないということです。少しの間持ち場を離れ、トン様の着ぐるみを盗んで殺人現場の第一スタジオに行くことができたはずです。なぜわざわざ着ぐるみを着たんですか？簡単なことですよ。ゲートのカメラに写真を撮られないようにするためです。着ぐるみを着れば煮干しさんに罪をかぶせることができる。なるほど、見事な推理です。よしよし、大成功だな。おかしいな。いつもならこの辺で三剣のやつシャキーンと異議を申し立てるはずなのに。いかがですか、三剣検事。今のところ気の利いた異議が思いつかない。ちょっと、どういうことよ。みんなおばちゃんが犯人だって言うの。みっちゃん、黙ってないぞ、助けなさいよ。さてどうする、追い打ちをかけておくか。かわいそうなんか、お前、そんなお前、感情で動かされちゃダメでしょ、弁護士は。煮干しさんを犯人とする根拠は、そのままこのおばちゃんにも当てはまります。どうしておばちゃんが胃袋ちゃんを。動機が不明という点では煮干しさんも同じでしょう。その通りですね。これでおばちゃんも容疑者仲間入りだな。ちょっと気の毒だけど煮干しさんのためだ。待ちなよ。あのスタジオに行ったもう一人はどうなるんだい。おばちゃんが写真のデータを消しちゃった子供さ。でも小学校 2,3 年生の少年なんでしょう。関係ないね。おばちゃんその頃にはもうお父ちゃんには負けなかったよ。いかがですか、弁護人。その少年は犯人ではありません。何言ってんだよ。子供だからって差別は良くないと思うね、おばちゃんは。証拠もあるんですよ。なんだって。それでは見せていただきましょう。少年が犯人ではないという証拠を。は？は？え？少年が犯人ではないという証拠？でもなんかさっき重たいって言ってたからな。あ？いやでもカズキなくてもだって。いやでもカズキが一番ぽいよな。カズキ持ってないからっつって。でもさっき穴が開いてるっつったからさ。穴が開いてたら別にスタッフエリアには入れるしな。でもさっきこれがさ重たくて持てないんじゃないでしょうかみたいな言ってなかったっけ。でもそれじゃ、でもおばちゃんがその時にはもうお父ちゃんには負けなかったよっていう話からすると、まあ、それぐらいの力はあるんじゃないかっていうことだから、これいやもう音楽変わってないもん。絶対ミスじゃん。ほらもう違う、ほら穴でしょ。え、ごめん。成功しちゃったわ。ごめん、飛ばしちゃった、失敗と思って。警察側はこの証人、名前何でしたかな。大場何がしだったと記憶している。警察側は大場さんの取り調べを行うように。では本日はこれにて閉廷。飛ばしちゃった、ごめん。
ちょっと待ってくれよ。この音楽は、この音楽はもうまさかお前、父様んかお前。そこまで言われちゃう。黙ってらんないわね。おばちゃん喋っちゃうよ。あのおばちゃん、まだ喋る気なの？証人、どういうことですか？何か証言していないことがあるんですか？実はおばちゃんね、口止めされてたことがあんのよ。口止めすって？一体誰に？あれ？三つ引きじゃないのか？とにかく証言をしなさい。まだ喋んの？おばちゃん、これ聞いて終わろうか？おばちゃん、撮影所から口止めされていたことがあるのよ。事件があった日、実はあの撮影所には他にも人がいたのよね。その人たち、我々は事件に関係ないからだってさ、撮影所には行かなかったことにしてくれたまえなんて言って、おばちゃんが疑われるんなら、あいつらを巻き込んじゃおうかしかね。めちゃくちゃじゃん。嘘じゃん、嘘。所長に、なんでそんな大事なことを今まで言わなかったんですか？だから、口止めされてたんだからしょうがないでしょ。どうと思ってるに違いないな。なるほど君、尋問。で、めちゃくちゃじゃん、こんなの。何この急なさ、秘密組織関わってるみたいな。もうちょい、これ終わろうか。ちょっとなんか切り悪いもんな。これすぐ終わりそうだしな。それは誰ですか？まず監督とプロデューサー。監督？おかしいと思うべきだった。監督なしでアクションの打ち合わせなどするはずがない。そりゃそうよね。彼らはどこにいたんですか？監督は午前中はスタッフエリアで打ち合わせ、お昼からプロデューサーと合流して会議してたみたい。どこで？第二スタジオのコテージでね。第二スタジオ、初耳だぞ。まずそもそも行けてないからね。ここだね。ゲートを通って左にずっと行ったところ。あの猿の首が落ちていた方面か。そうですか、なるほど君、まだ尋問しますか？聞くべきことは聞いたと思うけど、どうしよう。何この選択。まあ聞こうか、一応。事件に関係ないから。どこにしようかな。いや違うな。一応聞いてみようか。おばちゃん、殺人事件なんですよ。分かってるわよ。でも話を聞くと、確かに事件とは関係なさそうだったし、ちょっとお小遣いももらっちゃったんでさ。お小遣いもらって結局バラしちゃうんだからな。聞くべきことは聞いた。いや一応続けようぜ。強制終了するまで、そう、集められるだけね。そうだよ、撮影所はテレビ局のお偉いさん連中だよ。聞いてないぞ我々は。そりゃまあみんなで隠してたからね。はいはいはい、いたよ。はい、これも聞いたね。実際には撮影所にいたわけですね。ああ、一日中ね。事件を知って警察が来る前に慌てて帰っていったよ。後で締め上げてやるぞ。一時検事もご立腹か。あ、これも一応聞いとくじゃん。あいつら、それは誰ですか？まずか、一緒やって。いや、見た、一緒やって。一緒、知ってる、初耳じゃねえよ、お前も。初耳、さっき聞いたわ、お前、初耳じゃねえぞ、お前。もういいんじゃない、じゃあ。映像撮影所には、事件当日、他にも人がいました。監督にプロデューサー、そしてお偉いさん。
彼らは取り調べも受けていない。この時点で被告人煮干しさんに判決を下すことは不可能です。まあ弁護人の主張を認めます。警察がまずこの証人大場さん、そして証言出てきた人たちを取り調べるように。だる急に人数増えたな、かわいそう。了解した。本日の荷物三郎の審理はここまでとします。では本日はこれにて閉廷。あ、終わったね。じゃあ乾燥するか、セーブ挟むまで。本当にありがとうございました。あなた方に依頼したのは大正解でした。いやいや、恐縮です。なんて、僕たちはこれからまた撮影所の方へ調査に行きます。例の監督やらプロデューサーやらを調べなくちゃ。きっと彼らは次の法廷で証人として出てきます。尋問の材料を集めないとね。でもさ、なるほど君、結局殿様の中に入っていたのは誰だったんだろう。あのおばちゃんだったのかな。どう思います、にぼしさん。違うと思いますよ。私も違うと思うな。だからあれは時間を稼ぐためにおばちゃんに悪役になってもらっただけだからね。ちょっとかわいそう。まあいいだろう。じゃあ僕たちはすぐ撮影所に行きますから。また後でお邪魔しますね、留置場に。は恐縮です。お相手なわけで次始まったとこであれ切ろうか。これセーブして、セーブしましょう。はい、セーブ。セーブして、で戻る。あ、事務所スタートなんだ。ああ、そういうことね。よし、じゃあここで一旦切ろうか。じゃあ朝した。